こっから帰んの？めっちゃ時間かかるんだけど、この先。あ、これ何？これ一周回ってるだけじゃね？あ、そんなことないわ。あ、これすぐ帰れるやつか？やったぞ。これめっちゃ長いんだよ、マジで。ここのジム。この人最初にいた人だよね。オッケーオッケーオッケー、出れるわ。なんだよ、意外とスイスイ。あ、寝癖だ。待っててくれたの？わざわざ。お、マインバッチ、さすがだな。お前の実力ならポケモンチャンピオン目指せるぜ。もっとも俺の方が強いからありえない話だけどな。何ちょっと持ち上げて落とす感じ。よし、図書館に来いよ。図書館、もう俺、君と違って勉強済みなんですけど。じゃあ行くか、図書館。ここだよね。なんかあそこの止まってる船乗れんのかな。お連れの人どこ行った？寝癖いないんだが。一番上だろ、どうせ。多分。寝癖には読めない本ばっかだから、1、2階は。こっちだぜ、こっち。なんだ？二人で図書館。あ、いいんじゃん。七鎌田博士いいんじゃん。ほら、じいさん、エグザムのやつを連れてきたぜ。じゃあ、俺行くからさ、何案内してもらわなくても別に、図書館で待ってたよって言えばいいじゃん。分かったよ。何あ、無言の圧ね。揃ったな。聞きなさい、はい。お前たちはすっかり忘れているかもしれんが、私はポケモンの進化について研究している。あ、そうなんだ。一応働いてんだね。ただ研究すればするほどわからないことが増えていくばかりだ。進化するポケモン、進化しないポケモン、何が違うのか、生き物として未熟なポケモンが進化するのか。だとすれば進化しないとされる伝説のポケモンは生き物としての完成形か。また難しい話してるわ。そこでだ、神王地方にある3つの湖には幻のポケモンがいるという。それを見ることができればポケモンの進化について何かわかるかもしれん。お前たち頼む。あ、俺が行けって。ぜひ幻のポケモンを探してほしいのだ。なんだよ、俺はポケモン図鑑もらってない。あ、そうなんだ。渡す前に研究所を飛び出したのはどこの誰だというのだ。まあよい、いろんなポケモンをその目で見るのも強くなるために大事なことだぞ。当然行きます。図鑑も完成に近づくし。行くよね。いやー、何ももらってないしな、お金。そこでだ、湖は3つ、お前たちはちょうど3人、分かれて調査しよう。光は宍道湖。宍道湖って一番最初のところじゃない？ずるくね。なんかホームグラウンドで戦うじゃん。お前は H 湖。知らないな。喫茶キシティ近くのあそこへの道は厳しいからな。強いトレーナーに頼むみたいと。はいはい、調子こいてんな。立志湖、確か戸張と野茂瀬の間あったっけ、そのとこ。あ、地震だ、怖い。止まったか。みんな大丈夫か。気をつけて外に出るぞ。街の様子が気になる。何か異変が。伝説のポケモンの話をしてたら伝説のポケモンが揺らしたのでは。お前も早く来なさい。ただし揺れには気をつけるんだぞ。転んで怪我して持てるボール数が1個減るとかないよね。大丈夫だよ。何か起きてる、異変。さっきの揺れ自然のものではないな。あ、これあれじゃない、銀河団がなんか悪さしてんじゃない。おいおい、じいさん大変だぜ。なんでも立志湖で爆発が起きたそうだ。ドカーンでな。それだけ言うの。じいさん、俺湖に行くぜ。なんかやばい気がするんだ。え、立志湖行くの俺じゃないの。全く寝癖め。立志湖のことなんだか気になるのだ。だが何が起きているのか全く見当がつかん。くれぐれも無理はするなよ。私たちも宍道湖の様子を見たらそっちに行くからなと。大丈夫だよ、大丈夫です。お前はホームグラウンドでぬくぬくと探してな。目的地がですね、今回はここの立志湖のほとり、水に恵まれた神王地方を象徴する湖の一つ、不思議な伝説があるという。ってことはこれどっちから行った方が早いんだ。トバリシティの方が早いのか。トバリシティ行こう。トバリシティ最近わざわざ技を覚えに行ったからな。ここを下方向に行けばいいのか。あ、なんか覚えたんじゃなかったっけ、なんか技。あ、覚えてないわ。なんか1個足んねえな。波乗りの間に1個空いてんな。怪力って何に使うんだろう。あ、これ怪力じゃね、怪力っぽくない。あ、これ関係ないわ。全然関係ないわ。隕石を持ち上げた下にモンスターボールがあったりとかするのかと思ったけど、そんなことはなかった。でも湖に何かいるのかな。湖で戦うといえば電気。そしてハピナスは雷を覚えてる。完璧。あれ、これどっから行くんだっけ。あー、はい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 。これね、なんかね、左と右に行く場所があるんだけど、右から行った方が確か早かったような気がする。で、ここのトレーナーは全部倒してるので、絡まれることは多分ないと思います。
この人まっすぐでいいの？意外と迷路なんだよね、ここ。この人も倒したよね、OK。これでもまだ下だよね。あ、これで横だ。なんか通れるようになってんのかな。わ、草むらゾーン。厄介なポケモンはいない。はず。あ、ここが通れるようになってる。多分ここだ、入り口。なんか研究員が2人立ってたもんな。立志湖。あ、銀河団おるわ。何してるんですか？明日っぱだ。次は宍道湖だ。近くには双葉タウンのような田舎町しかないからな。誰にも邪魔されないだろう。邪魔しに来ました。どうぞ。よろしくお願いします。コイキンが跳ねてんだけど。これ戦闘なんのかな？触ってみる？コイキンが力なく跳ねている。かわいそうなのか。立志湖なくなってんだけど。あなたもコイキングのように跳ねさせてあげましょうか。どういうこと？どういう表現？おい、ちょっと飛んでみろよ。チャリンチャリンってなったらお金取られるヤンキー。おい、ニャルマくれよ。ニャルマ出るたびにずるいなと思うわ。シャーピナス、かわいい顔してパーケー。効果あり効果あり効果あり全部効果あり。これ草結びが一番いいか。草結び使っとくか。でもこれ全然食らわなそう、軽いから。あ、もう全然全然ダメ。あ、それはね、痛い。2回これでさ、あの地下にいる時5回あのビーダルから技食らってさ、一発で死んだことあるわ。なんで5回当たんの。最大5じゃなかったっけ。これは雷だな。雷、これが一番技の回数あるからね。はい、完璧。ナイス。いらんダメ食らった。ハピナス自己回復とかついてるわけだな。自動リジェネみたいな。グレックル、グレックルってなんだっけ。エスパータイプだっけ。あ、可愛いでいこうや。可愛いのレベルが一番低いから、なるべく可愛いで倒したい。効果あり効果あり効果あり、全部効果あり。雷、え、全部雷。なんか水タイプっぽいしな、見た目も。そんなことないけど一発や。急所、ナイス。銀河団ここで何してんだろうね。強い強いって言われた。なんかあれだな、特徴的な髪型してるね、おかっぱの。コイキングめっちゃいいんだけど。コイキングが力なく跳ねてる。左上でなんか左上になんかコイキングに囲まれてる人いない？あの人気になるな。ちょっと喋りかけてくるか。コイキング、コイキングに通れなくされてんじゃん。さすが銀河団でもコイキングはいらねえわな。そうなんだ。コイキング育ててギャラドスとしてさ、売ればさ、めっちゃお金儲けになると思うんだけどね。立志湖の空洞？なんか変なとこ来たな。なんか青い頭の人いる。何この人。ミッションは順調。ボスも満足なさるだろう。すべてはみんなのために。そして銀河団のためにと。え？どういう髪型本当に。寝癖の姉？お前の顔知ってるぞ。白帯の銀河団アジトに乗り込んできた子供だな。ふう、ジュピターも情けない。こんな子供に負けるとはな。だが銀河団を邪魔するならどんな可能性でも潰す。幹部だ。銀河団の G。あ、男の人だ。寝癖の兄。銀河団幹部のサターン。サターンさ。やっぱなんか、あれなんだね。惑星の名前だよね。やっぱ宇宙関係者の人たちだ。あれ何聞くんだっけこれ。ユンゲラ。ただ通信交換してくれないからフーディーにはなれず。吹雪聞くんじゃね。雨乞い、雨乞いするとなんだっけ、な、何の効果があんだ。水か。雨が降り始めた。あ、てか頭が水色だからそういうこと。あんま効かないな、こいつ強い。じゃあこれふぶ、なんか水っぽいし、ふぶいとくか。ずっとスプーン曲げ当たらない。吹雪、はい、吹雪2発。いいね。ってことは次絶対水系のやつ出してくるから、これは次雷でしょ。ドグロ、ドクロック、毒系なんだろうなきっと。あ、これあれか、なんかあの変なグレックの進化したやつか。毒袋みたいなのついてんの。こいつ何効くんだろう。雷出しとく。なんか水っぽいけどな、見た目的に。違うのかね。あ、カエルやし。違うんだな。リベンジ、あ、痛い。あー、リベンジ強っ。何それ、一発なんだけど。一発
乾燥肌。ちゃんとあれだよ、化粧水とかね、クリームとか塗った方がいい。毒だから、毒って何効くんだ、あれかゴーストとか、あれエスパーだっけ。クロバット確かエスパーに弱いからいけんじゃない。ちょっとクリーム入れ替えてもいいか。ムーマー出してこう。ムーマーに弱いんだろ、知ってるぞ。最恵光線効くだろ。はい、ナイス。毒予想。これ絶対水のやつ来るって。ただ雷がもういねえ、うち。雷出せる雷のやつがいねえわ。かわいいがいかれちったからな。どう見ら、全然水来ねえやん。あれ水タイプじゃないの、何の雨乞い、マジで。どう見らってなんだっけ、こいつのなんか弱点未だによく分かってないな。あ、シャドウボでいけんのか。シャドバー強えぞ。ナイス一発。これで4体目出てくんのかな。さすがにこれで終わりじゃないっしょ。あ、終わりだわ。サタン酔わない、何の雨乞いマジで。ちゃんと賞金はくれると。この私が時間稼ぎにしかならないだと。まあいい、お前のような子供が何をしても流れる時間は止められない。銀河団は3つの湖に眠っていた3匹のポケモン、そのパワーを使って新しい宇宙を生み出す。今頃仲間のマーズが新事故で次のポケモンを捕らえているだろう。てかもう捕らえたんだ、じゃあここにいるポケモンは。もう何もいないもんね。なんかナスカの地上絵みたいなの書いてあるわ。こことここに丸があって、なんか関係してんのかな、この顔、顔みたいな形してるけど、どういうポケモンなんだろう。俺が見た目的にもこれ完全にコイルなんだけど、これ伝説のポケモン、この形、この形完全にコイルだよね。違うのかな。この地方ではコイルが伝説のポケモンになっている可能性ワンチャンあり。まあまずは自分の家で寝てからだね。可愛いを直そう。ちょっと寝まーす。久しぶり。これでポケモンが回復する理由はよくわからんけど。あ、どうした。え、これ回復したことになるのかな。どう、元気になった。あ、瀕死や。さすがに母ちゃんに話しかけないと無理か。おかえり、あなたもポケモン元気、ご飯できてるからちょっと休んでいきなさいな。いつでもご飯できてんな、ありがてえ。これで新事故に行こう。いや懐かしいな、この故郷も。もう有名になってるかもしれない、小さい村だから。あいつポケモンバッジ今6個ぐらい持ってるらしいぞ。もう村の英雄よ。ここだよね、最初ポケモンに会ったところ。おい、やってるかー。お、七カマド博士いいんじゃん。おー、よく来てくれた。銀河団の連中が伝説のポケモン光を助けてやってくれい。はい。痛い痛い、なんだよこのじいさん、暴力振るう系。なんかこれダブルバトル、ダブバト、なんか奥も二人いんだけど、何してんすか。銀河団が湖のポケモン、いや目の前に銀河団の人いますよ。なんだっけこの人、マーズ、あなたの顔、嫌なこと思い出しちゃった。発電所のことよ、あなたのせいでひどい目にあったんだから。何やったんすか。何その顔、私のこと覚えてるでしょ。いいわ、もう一度自己紹介してあげる。めっちゃ笑顔。私は銀河団の幹部のマーズ、強くて美しいので、何、仲良しカップルのつもりで助けに来たの。許さない許さない、とにかくあなたもやっつけるから。なぜカップルだと思ったのか。さあこの特徴的な髪型。銀河団幹部のマーザーゴルバット繰り出した。はい、雷、ありがとうございます。かわいいさんはね、どのポケモンでも対応できるんですよ、当たればね。ちゃんと当たんねえんだわ、かわいいさん。毒になるな、よし耐えたな。で、かわいいさんね、確かポケモンを変えても、あ、耐えた。ポケモン変えてもあれだよね、なんか状態異常治るんだよね確か。もう一回雷いったろ。やめて、そういうちょっと痛い系のやつ。ただならない、ほら当たんないのよ、かわいいさん強いんだけど。これなんかあれかな、命中率上げるやつつけた方がいいのかな。あ、痛くない、大丈夫、
行け、ちょっと頼む、マジ。あ、何それ、ずる。俺も帰るよ、じゃあ。あ、ブニャッとって雷効かなそう。もう体パンパンやん。雷。こいつなんだろう、炎かな効くの。大文字出すか。全部にちょっとずつダメージあった。あー、ちょっと。重いから草結び効くんじゃね。重そうだけど重くないのかな。大文字いこう。あ、これ死ぬかも。あ、あざした。俺気づいたわ。これ、物理の攻撃に弱いからさ。これ、あれじゃない、最初に出すもんなんじゃないんじゃない。言っとけ、タコ。かわいいさん、かわいいさん、紙走行してるから。あ、あれか、格闘に弱いのか。これ、ケタグリ一発いけんじゃない。ケタグリ。ケタグリってそういう感じなん。かわいい。一周回って。ゴルバット、あ、出てきたわ。入れ替えません。ゴルバットは格闘は効かないのかな。まあ、普通に封炎で多分一発だろ。これさっき封炎間違えて使ったらさ、あの味方にもダメージ入るんだね、あのダブルバトルの時は。びっくりした。ゴルバットなんでって顔してたもん、さっき。ゴルバットじゃない、クロバット。ベノムショック？何その強そうな名前。ベノショ。10回で特殊な毒液を浴びせかける。毒状態の相手には威力が2倍になる。あ、これは、これコンボだね。驚かす以下、ゴーストはムーマーに任せて、これは、飛行毒でいこう。あの、従来の技通り。ベノショ。ナイス？クロポからのベノショな？完璧なコンボ。ドーミラーは、あれ、ドーミラー、あれ、ドーミラー、俺、何使ったっけ、さっきな。ドーミラー、痛い思いしてたな、さっき。あれ、ムーマーだっけ。ムーマーのシャドウボード一発だったよな、確か。ちゃんと覚えてるよ。でも、銀河団ってさ、思ったんだけど、ドーミラーと、グレックルと、あと、なんだ。まあ、なんか、そこら、あと、ブニャットか。を、なんかね、支給されるような、企業なのかな、銀河団って。それ以外なんかあんまり見ないね。その3匹を無理くり使ってるわ。で、幹部は頑張ってブニャッとにしたやつが幹部になるんだろうな、多分。まずい。勝ちっす。何度も何度も。また負けた。これで発電所でしょ？この新事故でしょ？銀河団の幹部としてこんなことってありえない。落ち着いてます。今回は湖に眠って、あ、一人語りね、これ。伝説のポケモンをアジトに運ぶのが私の仕事。そうよ、今回の仕事は大成功なのよ。お前たち引き上げるよ。アジトでボスがお待ちかねよ。もうメンタルリセットすごいな。三つの湖のポケモンは何かしら結びついてるのね。サターンが派手にやってくれたから、ここのエイムリットってポケモンが、エムリットか、眠っていた洞窟が出てきたの。へえ。きっと仲間を助けようと目覚めたんでしょうけど、おかげで銀河団楽できちゃった。さて、感情の神エムリット、意志の神アグノム、そして知識の神ユクシー、すべてを集めた銀河団が何をするのかお楽しみに。伝説のポケモン的やつなのかな。そうか、リッシコでも伝説のポケモンが銀河団に連れ去られたというのか。相手は大人の集団だ。お前たちが無事だっただけでも十分に嬉しいぞ。そうだ、エイチコどうだろう。寝癖が心配だ。エイチコ行けってことやんな、それ。なんかその圧は、エイチコに行ってくれい。了解です。働いてない光は。銀河団って何が目的。運ばれた湖のポケモン大丈夫なの。大丈夫なんじゃない多分。え、3つ目の湖どこあれ。喫茶キシティの前。何これ、エイチコってめっちゃ遠ない。水に恵まれた神葉地方を象徴する湖の一つ。不思議な伝説があるという。これはあれかな、横のさ、天眼山を登ってかなきゃいけないってことだよね。ここを通らなきゃいけないのか。ここまず。あ、これ、怪力じゃね？あ、これで通る、使えるようになるのか。ビーダルなんだ、怪力も。いいね。岩を動かして進める。OK。こうか。これで。しかも、自力なんだね、割と。この上行けばいいのかな？なんか出てきそうだな、ポケモン。あ、下だ。あれ？なんかポケモン出てきた。これは普通エンカウントですわ。じゃあ上目指していくか。これ地下行くのかな。どうなんだろう。どういう風に行くのかわかんない。あの点線。火効かなそうだけど、 13！ あれ、ここ通ったことある、もしかして。
これ怪力使わないと多分こう通れなかったから30点。あれなんかシルバースプレー使ったけどすぐ抜けたんだけど、こういうもんだっけ。なんか BGM 変わった。あ、なんかスキーしてる人いっぱいいるわ。氷直し、いや氷技使ってくんのかこれから。なるほど。あ、なんか出待ちしてる。ここで確かめるか一回。氷だったら、あ、まあ、あれでいいか。炎でいいか。一回ここでどういうポケモンを出していくのか見よう。エリートトレーナーのナオコ。エリートトレーナーになるともう服装も変わってくるよ。てか、あれだな。やっと格好が、全然違うやつ出てきた。格闘ウサギだよな、こいつ。あられが降っている。ミニロップ37。火炎放射効くんじゃない普通に。つぶらな瞳。前も使ってきたな、それ。あのちっちゃかった頃。格闘っぽくね、格闘ウサギ。はい。あ、そんな食らわないな。あ、あられがタコを襲う。あ、これ。両成敗。ありがとうございます。あられに助けてもらった。ムーは50。来ました、ムーは50歳。なんか覚える？怨念？忘れさせる。何怨念って。やばそう。相手の技で瀕死された時、怨念をかけて、その技の PP をゼロにする。これむちゃくちゃ強くない？あ、でもこれあらかじめ、やっとかなきゃいけないのかな？パッシブとかじゃなくて。あー、あらかじめだったらどうなんだ？いや、いらんくねえか？怪しい光、いらんか？混乱。たたりめ。たたりめいらん？もう。状態以上の相手に大きなダメージを与えるだから、怪しい光からのたたりめっていうのはありだから、ちょ、怨念いらんか？まあ、なんかあったらまた後で覚えよう。覚えられるのかどうかわかんないけど。いや、強そうだな、でも。対人戦とかだったら強そうだよね、怨念って。いや、いいっす。多分これ草むら、凍った草むらに入らない限りは大丈夫だと思うんだよ。あれ、そこ、あ、いつ呼び止められてもいいように、いつでも答えられるように、それはトレーナーの心構え。いいね。いい心構え。てか、合ってんのかな？ちょっと雪のところっぽいからな、上の町へ。だから多分行ってる場所は間違いじゃないと思うんだけど。あ、ゴルダック出てきた。ゴルダック雷だろ、これ。炎効かなそう。エスパー水とかじゃないの？一発殴ってみるか。はい。あ、聞かねえ。嫌な音。嫌な音は嫌な音だわ。なんだろう、攻撃力下がるのかな。あ、防御だ。ガクッと下がる。ガクッと下がったところにあられが降ると。あの、ちょっとずつスリップダメージ食らうのあんま良くないな。あ、アクアジェット、やばい。行く。やめて。よし。耐える。これ倒すけど、入れ替えよう、これ。絶対水タイプくんの。あられもいて。ウソッキーは、あれ、ウソッキーって木じゃねえのかな？いや、木っぽくね？ウソッキー。火炎放射効くだろ、これ。ほら、火炎放射に弱そうな顔してるやん。火炎放射。今一つ嘘やん、やっぱり嘘っきいて、モロ格闘やん。こいつ何なんだから、弱点。炎の体。いけ。いやー、タコイカれた。いけ、どんどんいけ。やけどと、やけどと氷。ほほほ、怨念がやっていく。嘘つくからや。ここで、クロちゃん出しとくか。てか、まだ、なんかポケモンいたんだ。ポニータ？ポニータは水だったわ。クロボからのベノムいっていい？クロベノ。耐えねえじゃん。あ、出した。お、かわいいもレベル上がりそう。マドカもまさかやけどとあられにやられると思わなかった。H 湖のほとり。あ、ここか。銀河団おるわ。
やべえな、でもブーバー行っちゃったんだよね、うちのエースクロバット。こいつまだそういや捕まえてないな。氷、なんだっけ、あの火と、格闘に弱かったはず。噛みつくじゃ死なないか、どうだ。電光石火、なんか猫っぽくて可愛いよな見た目。ニューラあんま食らわねえ。効果今一つ。あられが痛いんだよな地味に。エアカでも死なないんじゃね、急所当たんなかったら。当たれた、オッケー。これモンボでいけるかな。もうモンボダメ、さすがに。あ、ちょっとやめて、3回やりすぎよ。3回は俺が使うと大抵2回ぐらいしかダメージ与えなかったかな、複数攻撃。バックから、あ違う、バックじゃなくていいんだ。モンボじゃ無理かな、モンボで一発いってみる。モンボでいけんじゃね、レベル差あるし。関係あんのかな。あ、無理です無理っす、もうモンボ無理っす。電光石火、電光石火のダメージもバカにならんな。ちょっとこれ以上手持ちが少なくなるのはまずいか。まだ耐えられる。ハイパーボール、ダークボール、ヒールボール、ネットボール。スパボでいけんじゃない？スパボで。頼む、マジで。ハイパーもったいねえんだ。はい。お、いいね。なんで？だからさ、3個目は確定にしてほしいのよ。3個目で抜けられた時のさ、人の気持ち考えたことある？これで最後。はい。じらしてくるじゃん、1回で。ニューラ！なんか喜んでるわ、クロバットも。ニューラって何なんだろうな。鍵爪ポケモン。相手が動けなくなるまで攻撃をやめようとしない非常に獰猛なポケモン。マジ？ヤンキーやん。ニックネーム、じゃあヤンキー。ひらがなにすると可愛くね、じゃあ。カタカナにするとガチのヤンキーになるから、これでいいや。ヤンキー。ヤンキー育てたいな。なんか進化しそうな顔つきしてない？ボックス送ろう、とりあえず。君たちよ、何してるんだい？喫先のジムリーダーに邪魔されないようにここにいる。はいはいはい。見張りも立派な仕事。この仕事を成功させてピッピをもらうぞ。ピッピ欲しいんだ。ってことは今は通れないってことだな、これ、新事故。ジムリーダーを倒さない限りは、埋まってます限りはダメなのかな。先にジムリーダー行ってこいと。ハイパーボール、ありがとうございます。てか、モーモーミルクまた20本ばかりさ、輸入したから、お金がないんだよ。何こいつ、雪かぶり、絶対氷タイプやな。雪かぶり初めて見た。クロポ行く？何聞くんだろう。あ、毒弱いのね。了解です。やったね。あれ、氷って毒にも弱いの？っていうか。なんか炎だけかなと思ったけど、毒にも弱いんだ。あれ、こいつだけがもしかしたら毒に弱いのかもしれない。ここ、喫茶キシティじゃない？来ました、新しいとこ。ここは喫茶キシティ、氷きらめく冬の街。いい景色。ここは雪の街、寒くて凍えそうだけど、トレーナーとポケモンの心は熱く燃え上がっとるわ。はいはいはい。なるほどね。なんかめっちゃ寒そうな人いない？ミシュランマンみたいな。何もない！それが個性になることもある。そんなことはないやろ。何もなくていいわけない。じゃあ先にジムリーダー倒し行くか、じゃあ。なんか湖なんか入れないっぽいし。まずは回復。一人だけ毎回ボールの色違うよね。あいつだけなんか、変わったやつみたい。別にそんなことはないんだけど。じゃあ早速勝ち込み行くか。戦闘は、でも毒効いたからクロバットを、クロバット、いや、タコから行っとくか。多分タコが一番今回活躍しそうな勢いある。マジ行こう。さあ、ここは喫茶キジムかな？
なんか、でけえ、でけえ雪の玉あんだけど、何あれ。オース未来のチャンピオン。このジムのあちこちに置かれている邪魔な雪玉、氷の上を滑って勢いをつけてぶち壊せ。そしてここのジムリーダーは氷タイプの使い手。燃える炎の技で心を溶かしてやれ。とにかく気合だな、気合で体ごとぶつかる。何心を溶かしたね、みたいな。あ、なるほど。あそこの正面から行かなきゃいけないのか。切っ先の雪の中ひたすら勝負に明け暮れている。俺たちの強さ見せてやろう。もうすぐ行けるやんと思ったけど。行けなかった。さすがにね。エリートトレーナーの吉尾が勝負を仕掛けてきた。まあ氷タイプやろ。雪かぶり。雪かぶりは毒と多分火に弱いはず。うちのタコの敵じゃないな、じゃあ。雪暮らし？なんかあれかな？あられか。で、これで噴煙。炎にも弱いんだ、やっぱり。なんか頭に山ついてんだけど。雪かぶり。雪かぶりも進化しそうな顔してるな、あれ。あ、一匹だけだ。何のためのあられ。ちょ、マジで100年かかったんだけど、ここをクリアすんのに。めっちゃ悩んだわ。よくもやりやがったな、鈴名。鈴名に挑戦？いいよ、強い人待ってたし。だけど私も気合入ってるから強いよ。気合入ってっからよ。ポケモンもオシャレも恋愛も全部気合なの。気合なんだ。そこんとこ見せてあげるから覚悟しちゃってよね。恋愛要素いる？なんか JK っぽいな。なんかすごっ。ツインテールがなんか逆立ってるけど。ジムリーダーの鈴が雪かぶりを繰り出した。雪かぶりちゃんはね、弱点つけんのよ、タコで。なんならここのジムリーダーの周りにいるトレーナー全員ぶっ倒したからな。いや、マジでここのね、謎解きいっちゃむずかった。まあ、噴煙一発やろ。まずは噴煙。で、雪かぶりを落としていくと。で、水タイプ絶対出してくると思うんだよね。弱点。弱点に疲れた時用に。あられがタコを襲う。寒くないのか？ニューラ。ポケモンはそのままでいいかな。寒くないのかな、あんなミニスカートでさ。やっぱそれも気合いなんだろうな。クロスショップ？爪とぎ。研いでる暇あんのか？やられちゃうよ、その間に。命中率上げる技とかもあるの？なんか木の実食ってんだけど。はい。あざした。あ、よぷの実なくなっちゃった。はい。何のための木の実かわからず。レベルも上がっていく。ぽっちゃり50。ナイス。さあ、何くんのか。あれ、3匹だったよね。あ、4匹か。チャーレム。チャーレムってなんだ？チャーレム見たことあったっけ？いや、ないかも。なんか見た目的になんかアサナンの進化みたいなやつかな。火炎放射使ったろ。ってことはエスパータイプかな。エスパー格闘なんかわかんないけどやったわ。これはレベル差。これ次多分雪タイプだと思うけど。雪っていうか氷タイプ。氷タイプで一番強い手持ち持ってくるはず。雪の、そのままいこうか。ってことは氷だ。とっておきのポケモンで相手してあげるんだから。よろしくお願いします。あ、強そう。雪かぶりのお父さん出てきた。火炎放射。これでも火炎放射一発じゃない？あ、ありがとうございました。これ、待って、あれだ。まだまだ頑張るんだからね、みたいなカット見れなかった。ごめん、なんか、ファンの人たち。この人の。スーナーファンの人たち申し訳ないです、なんか。すごいんだ、ちょっと尊敬するかも。ナタネさんの方が拍手のね、頻度は早かったね。いや、ブーバ強。すごいんだ、あなたのこと尊敬しちゃう。うん、なんだかあなたの気合、そういうものに押し切られちゃった。そうだ、これあげないと。バッチ。あと一個。スナからグレイシャバッチ。グレイシャバッチ？もう絶対忘れるわ、名前。ポケッチの秘伝技から、ロッククライムが使えるの。あ、ロッククライム拾った途中で。あとこれもどうぞ。シールをもらった。ありがとうございます。わざましん72。何なんだろう。そのわざましん72、雪なだれだから、自分が相手の攻撃でダメージを受けていたら、なんと、技の威力が2倍になる。強いんじゃない？
なんていうか気合たっぷりな技って感じでしょ。氷タイプのジムリーダーってもっとクールな感じで振る舞った方がいいのかな。なんかその辺難しくて。いや、今のままでいいと思いますよ。なんかバッチゲットしちゃったけど、あれでも、なんか湖、行けばいいのかな、もうこれで。